か商店街の福引きで旅行券が当たるなんて思わなかったな。でもあの店員さん、なんか見たことがあるような。あ、イルカさん、これから2週間お世話になります。気持ちいい。あ、おばあちゃんのお土産何にしようかな。こういうのどうですか。見られてると恥ずかしいよ。あ、何見てるんですか。やめてください。ももちゃん、初めてのことばかりだったけど、私ね、本当に楽しかったんだよ。また一緒に旅行しようね。大好き。ちゅオーナーさん、ありがとう。